日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。今シーズン限りで中日を退団することが発表されたダヤン・ビシエド選手。在籍9年と球団の功労者でありながら、今季は不当に干されることが続き、自ら退団を示唆していましたが、正式に退団することとなりました。来季は NPB 他球団でのプレーを熱望しているビシエド選手ですが、打線強化が急務である埼玉西武ライオンズが獲得すると言われています。今回はビシエド選手退団の真相と西武への移籍が確定した理由をご紹介していきます。バトルフェイス。中日のダヤン・ビシエド内野手が今季限りで中日を退団することが6日決まったと報じられました。加藤博之球団本部長がビシエド選手と来季の契約を結ばないことを明かし、これで退団は確定に。この日行われた今季最終の DeNA 戦後に取材に応じ、契約を更新しない旨を本人へ伝えましたと話しました。ビシエド選手からは9年間の在籍に感謝していますと話があり、同本部長はドラゴンズのために頑張ってくれてありがとうと答えたといいます。この日ビシエド選手は試合にこそ出ていないものの、試合後のセレモニーで立浪監督の挨拶が終わると、2軍調整が続いていたビシエド選手が一塁ベンチからサプライズ登場。ファンからどよめきが沸き起こりました。その後場内一周する選手に加わり、立浪監督が近寄ると帽子を取って握手抱擁を交わし、多くのファンから拍手が送られることに。その歓声の大きさは立浪監督より大きなものとなっていました。残留を望む声も多く出ていましたが、残念ながら退団が決定となりました。ビシエド選手はサプライズ参加の理由について、ファンへ感謝の挨拶に来たと説明し、一軍にいるチームメイトにも数ヶ月会ってなかったし、彼らにグッドラックの気持ちを伝えに来た。9年間サポートしていただいて感謝しているとコメント。最後にファンに姿を見せたかったようですね。さて、退団が決定したビシエド選手ですが、今後どうするのでしょうか。ビシエド選手自身はまだまだ現役でやりたい、来年は違うチームでプレーしたいと意気込んでいます。今季は主戦場となったウエスタンリーグでは72試合8本塁打31打点打率2割5分9厘と結果を残していました。落ち込むことなく前向いて取り組んでいきたいと体調面でも自信を覗かせています。自由契約となったので高額の年俸がリセットされたことから獲得に動く球団はあるでしょう。実際スコアラーからは一軍で通用していないと言われますが、打席数が少ないですからね。ファームではバットが触れているし、下半身の粘りから手元まで引きつけて押し込む打法で逆方向に鋭い打球を飛ばしている。まだまだ一軍で通用すると思いますよ。急激に衰えたとは感じないですね。バットは触れていますし、守備の動きを見ても体にもキレがある。長打力をフォーカスされますが、彼はライナー性の弾道で打球を飛ばす中距離打者です。広いバンテリンドームは本塁打がなかなか入らないですしね。全盛期のような輝きは厳しいかもしれないが、一軍で試合に出続ければ打率2割8分15本塁打を打つ力は持っていると思います。打順は6番が適任ではないでしょうか。今日本でプレーしている助っ人外国人でこの成績に届かない選手が大半ですと評価しており、力の衰えを指摘する声が少なくないのですが、スタメンにいるだけで怖い選手がいます。中日で言えば中田とビシエドです。中田が離脱したタイミングでビシエドが上がってこなかった時は正直助かりました。経験豊富な選手なので、ここぞという時に集中力を高めて仕事をする、中田と同様に一塁の守備がうまいですしねと評されており、まだまだ怖さはあると言われています。以上からも獲得に動く球団自体はいると思います。何よりビシエド選手は日本人選手扱いとなっています。なので外国人枠を割く必要がないので、球団からすれば重宝できる存在と言えそうです。さらに今季の NPB は投高打低が顕著で、
セリーグ主要打撃3部門で実決入りしている新助っ人は一人もいません。1兆円超えの巨大マーケットの米大リーグと NPB との格差は広がっており、かつてのように市場に出る外国人選手が少なくなっている事情もあります。外国人の発掘には苦労がかかるので、ビシエド選手を獲得する球団は少なくはないでしょう。下手に新たな選手を連れてくるより、日本で実績のある選手を獲得する方が戦力として計算しやすいでしょう。さらに守備面に関しても定評があります。パリーグに行けば DH がありますが、ファーストでも良い働きをしてくれるはずです。では一体どこの球団が獲得するでしょうか。とあるプロ野球関係者によると、西武が獲得すると言われています。またビシエドの対談報道を受け、インターネット上では西武ファンが反応しています。 X ではビシエド対談、西武チャンスだ、獲得するんだ、ビシエド対談ならダメ元で西武は交渉しに行って良いと思う、ビシエド取るなら本格的に西武ファンになるよ、西武でまた活躍する姿が見たいです、ビシエド対談、西武は急げ、ビシエド西武の救世主にならないか、などのコメントが寄せられています。ご存知の通り、西武は今シーズン得点力不足でダントツのリーグ最下位となりました。チーム打率2割1分1厘、59本塁打、348得点はいずれもリーグ最下位で、チーム本塁打は1951年の63本塁打に届かず球団ワーストで、広島の52本塁打を上回るもののリーグ最少となっている。さらにチーム最多は佐藤龍聖選手と、7月10日から試合に出ていない中村剛也選手の7本で、2桁本塁打の打者が出なかったのは球団初となっています。他球団を見渡してもチーム最多が1桁だったのは12球団となった1958年以降では、1961年の近鉄3選手、2011年のロッテ井口忠人選手、2012年の楽天松井和夫選手、牧田昭久選手が9本止まりだった例があるだけで、7本で終わったのはまともなバットもなかった戦後感もない時代以来となります。西武は2軍から猛練習で鍛えられ、次々と強打者が育つことで他球団からも一目置かれていましたが、昨年新設されたハイパフォーマンスグループなどが練習時間や内容を制限しました。コーチ陣からは練習量が少ない、振り込み不足、今の時代はいろいろ言われるけどやはり練習をやらないとうまくはならないと嘆く声が聞かれており、来シーズンの課題が浮き彫りになっています。また今季は外国人選手も軒並み不発となっており、前年にマキノン選手を切ったことがあだとなっています。アギラー選手の残留は決まっており、日本の野球への適応の兆しは見せていますが、どこまでやれるか未知数です。また DH や一塁候補には今季チーム最多本塁打を放つなどまだまだ健在な中村剛也選手がいますが、高齢ゆえに試合に出続けることは困難なので、ここもビシエド選手とうまく併用していくことが可能となってくるでしょう。ただ問題としては西武のフロントがどこまでお金を出すかどうかでしょう。西武といえば金払いの悪い球団として有名です。ビシエド選手は自由契約となったことで多少は値下がりはしますが、それでもある程度の額は必要でしょう。ただ高齢の助っ人に多額の年俸を西武が提示するとは思えません。争奪戦に発展した場合は撤退せざるを得ないでしょう。低迷から脱却するためには多少なりとも投資は必要だとは思います。果たして西武はどこまで振り切ることができるでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。